この町を練り歩いて過ごした者の、どいつもこいつも穴熊を決め込むばかり。俺の誘いに応じた猛者はお前だけだ。その成長な陶器セイバーとお見受けしたが、いかに。そうだ、5000年に一度この地球に近づく我ら魔族の故郷の星。なるほど、大したやつだお前は。大海王様としっかり修行しろ。俺も負けないように修行を続けて、今度こそお前を倒す。俺の体には強力な自爆装置がついている。これが秘められていた最後の力だ。お前たちまで巻き込み犠牲にしてしまうことを許してくれ。1年10組ルカワ楓、身長187センチ、体重75キロ、富ヶ丘中出身。ポジションは別に決まってなかったです。ユウが僕の料理うまいって言ってくれたでしょ。ええ。だから今夜はミキとユウのパパやママたちにも僕の料理を食べてもらおうと思って。クリア、寄宿費未納、クリア、学園援助金、クリア、ヒーロユイ資産調査、ノープロブレム。もしどうあっても嫌だというのなら、俺がこの手で奪い取るまで。さあどっちがいいか選んでもらおうか。え、バカか、こんなことして殺されてるのか。だって分かったよ、泣くなよ。その根性に免じてお前の友達一緒に探してやるよ。弱いポケモンなんか捨てて当たり前だろ。本当は迎えに来てやるつもりなんかなかったけど、ちょっとは成長したみたいだしな。お気遣いは無用です。それよりいずれ僕の方から先生方にお願いすることもあるでしょう。その時こそよろしく。あいにくと表門剣の技はつららまいだけではない。思考より交われ、表門剣伊豆なる蛇。このまま終わらせはしない。必ずお前を負け犬としてひざまずかせてやる。必ずだ。神崎の部屋、ガンダムオタクばっかにしただろう。なんであの部屋割りにしたのか知らないけど、神崎のやつ5カ国語喋れんのに会話の意味がさっぱりわからないって嘆いてたぜ。私は太古よりシャーマンファイトを取り仕切るパッチの民シルバー。君にシャーマンファイトに参加する資格があるかどうか試させてもらう。右腕が限界寸前などと誰が言った。さらに磨きがかかってるじゃないか、シェルブリッド。こんな気分で戦うのは生まれて初めてだ。だから存分にやらせてもらう。トップレディに選ばれたのです。トップレディ、あなたがその気にさえなれば一流の男性を振り向かせることなど造作もないこと。近いうちにお前にも紹介するが、私同様久しぶりにときめいた。本業は喫茶店の店員だからな。同僚の店員や友人に相手をリラックスさせる会話を心がけろと訓練されてる。ゼオン、俺はその力で今までとは違う景色が見られるか。それとも何か。士気の高まった部下たちの意向を無視してまで隊長の指示を仰がねば、キラ副隊長は動けぬというのでしょうか。こいつ昨夜のこと全然覚えてねえのかよ。いや、とても寝ぼけてたとは思えねえ。もしかして俺に拒否されてプライド傷ついたとか。どうする天宮愛、みんながお前を待ってるんだぞ。なんてな。我が弟ながらつくづく味方でよかったぜ。行くぞ、今度は俺たちの牙が奴らを食い散らす番だ。でもあの格好の遠征が御車でなかったら初めてじゃないはずですよ。昔ここを通った時も飲んで、お嬢様も大層このお茶がお気に入りで。おいじゃ、あんたは俺かい。南と水だ。どうだい兄ちゃん、俺たちは辛いの攻撃はなしにしねえか。お互い泣く女がいるだろ。何もかも信じられなくなったら、それは他人の愛を感じられなくなることと同じだ。あんたは一人きりで辛い思いをしてはいないか、卑屈に生きていないか、素直に笑えてるか。あまりにもひどい出来で、絵もひどかったけど、買い取って屋敷に飾る分には来客を困惑させる楽しみもあるだろ。こんな可愛いリジュが夜に外出などしたら。この
このノートは奴の作戦だ。いや、もう遅いからパパが届けるよ。それほどまでにこの事態を危惧していた。後にペルソナの悪用を未然に防ぐための特務機関が本庁に設けられたが、何をもってこのコインを中華連邦の意思とするか。黙れ、ジャオハオ。全ての人民を代表し、我はこのコインに異議を唱える。仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。これが俺の最後の Go to hell! 地獄だ。最高で最低の地獄を見せてやるぜ。雑魚が二人揃ったところで逃げられるとでも思っているのか。終わりだ。トモエがアメリカに渡った途端こんなことに。何か、ボモがこの俺に寄ってたかって、ワールドワイドな嫌がらせか。心の胎児の守りを破るのに大変役に立ったよ。最後の希望プリキュア、僕が絶望というものを味わわせてあげよう。いいだろう、ゼネット。今回ばかりはコンテスターに免じて、お前の命助けてやってもよい。もちろん僕は父さんと母さんと一緒にアメリカに行きたい。両親と一緒にアメリカで天文の研究をする、それは僕の夢でもある。編集サイドは最初から部数決定会議の時もっと部数積んで申請していたんだけど、営業の上の人が却下しちゃってさ。いや、食べる食べる、いただきまーす。めっちゃうまい。俺、島に拾われてよかった。衛兵たちだけでは防ぎきれないんだから仕方ないだろう。一人でとは言わないよ。ローナを追払いにつけよう。なら今しかできないことをしよう。野球をしよう。コスモ、俺のコスモを爆発させる。ペガサス流星剣。どこ行こうってんだよ。こっからはお待ちかねの絶叫タイムだ。思いっきり泣き叫んで俺を楽しませろよな。エブンズの大鳥栄一だ。ノミネートに関しては心外の一言だ。他のコメントなどあるのか。いや、ありえない。1年後強引に犬付と結婚させられるかもしれないのが悩みだな。他に相手でもいればな。トリオンも身体能力もギリギリのレベルだ。ジンが押すほどの素質は感じない。知恵と工夫を使う戦い方は俺は嫌いじゃない。いつかは空を自由に飛べるようになってスカイハイ斎藤の名でハリウッドスターになろうと夢見ていたのに。同じ海に住む生き物です。あなたの程度の低い嫌がらせは無教養から来る的外れも含むわけです。これはただの水じゃない。こんな風に人にかけても無害なんだけど、吸血鬼には。あれ、君吸血鬼だったのか。しかし帰国してみれば、肝心のカホさんは一人暮らしを始め、父上たちはみんな私の知らない別邸とやらに行っており、この家はもぬけの殻でした。僕はここで結構ですから。ヘイティーチャー、授業を始めてください。安心してください。剣心様は他の軍の乱暴な武将と違い高貴な方ですから。ところで影家、彼女の着替えはどこですか。私の事務所を選んだのもどうせ5本の指に入る超人気ヒーローだからだろう。最近は良い子な死亡者ばかりでね、久々にグッときたよ。もう何年も前のホロ逃げえ思い出だ。俺はとある理由で魔法騎士どもを片っ端からしばきまくってたんだけどよ。ここにいる奴ら全員、いや、この国でバスケごっこしてる奴ら全員、今すぐ辞めるか死んでくれ。いやあ、どうも。今更名乗る必要はないっすよね。多分、この俺の姿を見て、ますますわけわかんなくなってるはずっす。そして編み出したのが、鉄壁の防御術、アブミ。今や、俺の肉体は細胞レベルで変化している。アタも一緒に入ろうって。ずっとそう思ってたのに。なのに
なのにお前は最悪のタイミングで。たとえラマンジーや神通神が死んだところでなんだ。死なせておけばいいだろう。俺たちジャンシと何の関係がある。何の関係もない。否定せず受け入れてきた。ユーナも私を受け入れてくれるな。ユーナ、そなたには私しかいない。お初にお目にかかります。私は天下五剣の一振り、数珠丸常次と申します。かっ、嘘、てめえら皆殺しコースに変更はねえ。ジジイの顔がちらつくから使用は避けたかったけど。マイク、君たちと一緒なら帰れる気がする。炎の中のあの家に。斧か、やるな。でもこんな傷すぐ治るからな。入部届は提出しておきましたよ。あ、昨日僕の奴隷になる契約をしたじゃないですか。であることを願っているよ。トリックスター。それじゃあね。普通は行きたい大学とか就職希望とか書くもんだけどな。俺は本気だ。分かってますよ。で、具体的にこれからどうするつもりなんだ。ポイントのことはおいおい話し合うとして、今話題の作助けの楽曲なら他校からの観客も増えるし盛り上がると思う。まあ私は精霊が弱いから、こうして常に持ち歩いていないと不安でしょうがないんだ。あ、そうだな。ダークファンタジーはダーって感じに書いてぬかって仕上げて、わーって。リリアじゃ、リリア・バン・ルージュ。子供とは呼べない年かもしれんな。ピチピチ。遠くから見るだけでなく気軽に話しかけに来ればよかろう。柔らかく可動域の広い肩甲骨はお前の強みだな。肩甲骨だが、誰よりも秀でていたのは、まず進行方向に最大限加速し、テールマニュアルからカタリンスピンで最小限に U ターン。重要なのはこの後だ。貴様、人間なんぞにしておくにはもったいないな。では君とは違うタイプ。あの中の人は多分お金にも友人にも恵まれ、生まれた時から何不自由なくちやほやされてきたモテモテのイケメン。地の群れを追うのに何時間、メヒツジが子を宿すまで何日、産むまでに何週間、毛を刈るまでに何年かかるのか、なんて楽しい生活だろう。その提案には承諾しかねる。俺が聖杯を捧げるのは根性にて誓いを交わした新たなる君主ただ一人だけ。断じて貴様ではないぞ、ライダー。